はい、こんにちは、トントンの店長です。こんにちは、まゆびです。はい、今日はあの新商品作ったんですけれども、はい、これ作ってたんですか？前作ってたんですけど、ちょっと前と形違うんです。そうですよね。はい、でなんでかっていうと、あるお客様からあの給食に出るって言われて、うん、どうしても作ってほしいって言われて、はい、数量限定なんですけれども、はい、あの作りました、はい、こういうネジネジになってるんですけど、なんか同じ太さのものが出るらしいんです、うん、でこれあの悩ましいんですけれども、はい、あの地域によって大きさとかねじり、なんていうの、ねじり方、うん、まあ、違うんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。なんか太くて徐々に細くなっているものもあれば、同じ太さのものもあるし、なかなかあのその地域地域によって全部個別対応するわけにはいかないもんですから、今回はこれで数量限定で、はい、あの作らせてもらいました、はい、なんかこういう形でなんか給食が出るらしいです。あ、今ここに出てるっぽい感じにしてますけれども、はい、こんな感じで、はい、あのふわふわのパンで作ったんで、まあ、中には何も入ってないんですけれども、あの給食と一緒にこう食べていただいて、うんうん、それで卵と乳製品のアレルギーがあってもみんなと同じような形のパンが食べられるというので、作りましたので、こういう形のパンが給食に出るという方はですね、はい、あの一度お試しください。よろしくお願いします。はい、今日は、前作ってたんですけど、あのツイストパンを給食で出るから作ってほしいって言われて、それで、数量限定で作ることにしました。限定ね、うん、で作り方はこうやって伸ばして、結構伸ばします。何センチ、60センチぐらい伸ばすかな。それでこう巻いていって、はい、出来上がり。はい、膨らみました。どうでしょうか。どうもこうもないね焼きますかはい、お願いします。これなんか給食でよく出るみたいです、ツイストパンって。こっちで見たことありますか。ないですよね。関東の方でよく出るのかもしれないです。はい、美味しく焼けてください。はい、あ、いいんじゃないですか。焼けました、ツイストパン。でかいね、やっぱり。はい、ツイストパン焼けました。ネジネジになっていますよ。給食で出ているツイストパンと近いですかね。